まる前です。つのむちゃんです。トップバッターつのむちゃんです。今日の風邪ひいて風邪ひいて、はい、それは急に続いて前の準備をお願いいたします。もう入ってるんですね、はい、あ、もう入ってんのか、うん、始まったってこと？始まる？今日はですね、デモをやります。後半、前半戦ストームちゃんで、後半戦が僕でデモです。東京ドームですよ。東京ドームです。ここが会場です。じゃあこのウィークルウィウィシーツソムちゃんを撮ってる。本日はテーブルウェアフェスティバル2017暮らしを彩る器店にご来場いただきまして、ね、誠にありがとうございます。5年前になる。はい、皆様本日はテーブルウェアフェスティバルご来場いただきまして誠にありがとうございます。これからデモンストレーションを始めさせていただきます。 N フラワーデザインインターナショナル、本部インストラクターの藤沢勤と申します。よろしくお願いいたします。はい、まあ、簡単な自己紹介なんですけれども、僕は、神奈川県茅ヶ崎市でお教室を持っていて、生花店もやっておりますので、もしお暇な方いらしたら来てください。それで、ウィークエンドフラワーっていうものがあるんですけれども、まあ、ないです。あの週末にお花を飾るっていう感じのものなので、まあ、ご家族で飾ってもらえれば、お話のネタにもなりますし、あ、今日はこの花なんだねとかっていう会話にもなりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。で、このデモンストレーションが終わった後に、ワークショップを行わせていただきます。中から4名を選ばせていただいて、やっていただけますのでよろしくお願いいたします。それでは、デモンストレーションの方始めていきますのでお願いします。今日使う花材はほとんどがなんか草っぽいお花を使わせていただきます。で、まあ旬になる枝というものが雪柳ですね。これもあんまり大きい花ではないので、まあ、ちょっとまとめて使っていく感じです。で、今回この器は、通常はちょっと逆さに使ってます。ガーデニング用のこうやって穴が開いてるんですけれども、ちょっとこれ趣向を凝らして違う感じで使っていきます。まあ、見てもらう通り、お庭にあるような感じの花なので、ちょっとそういう風な 庭から生えてるっていう感じのも作っていきます。で、まず適当に刺していきます。雪柳は自然に生えてるときはまとまってこうバーって生えてるので、まあ、自然に生えてるような感じで今回は刺していきます。まあ、感じとしては線とマスの構成みたいな感じで刺していきます。で、次にこの葉っぱ、これジャングルブッシュっていうアンスリウムの仲間の葉っぱです。
これを今度刺していきます。であんまり大きいので少し形を整えるように葉っぱを小さくします。こんな感じで葉っぱを小さくしていきます。で基本的に国産のものがあまりないので輸入で来るんですけれども、輸入の場合ですと結構まとまってくるんですよ。なのでこういった状態で来るんです。そうすると曲線が出ないので、まあこういうふうにちょっと溜めてもらうと自然の流れになります。でこれを今度刺していきます。ちょっと原種のアルストロメリアです。イエローカナリアっていうやつなんですけれども、通常のアルストロメリアよりかは花が小さいタイプになります。でやっぱ可憐な感じがすごい可愛らしいお花ですね。ちょっと段差がつくぐらいに刺していきます。アゲラタムですね。これも庭に植えるとすごい紫色のポイントになるお花ですので、鉢物とかでも出てます。これカーネーション次刺していきます。カーネーションは花が大きいので結構下に植えてオアシス隠しというか吸水性フォームを隠していきます。こちらミニバラ、リトルウッズっていうバラなんですけれども、ツルバラの一種で、まあまり流通はしてないのかなっていうところで、生産者も作ってる方が少ないです。でこのままドライになるので切り花で買っていただいても、なんだろう、ドライにしてもらって綺麗になります。こうやってね、花が小さい分色をまとめて刺した方が遠くから見ても目立つんですけど、あまり細かいものを細かく刺しすぎちゃうと逆に遠目から見た時に色が散漫になってしまいますので、今、全部マスの構成ということで色をまとめて刺させていただいてます。次にラケナリア、これも春の球根の植物ですね。今回2種類使ってて、真っ黄色のとちょっとオレンジが入ってるものです。これも全部まとめていっちゃいます。2種類使ってるので、ちょっと混ぜて使っていきますが、非常に香りのいいお花ですので、もしウィークエンドフラワーとかでテーブルに飾るときにはすごいいいお花だと思います。で葉っぱがついてないんですので、少し可愛らしい葉っぱ足してもらうとなおいいと思います。で次に、春の代表のチューリップですね。こちらはもう球根をいろんなとこに植えましたみたいな感じで刺していきます。で最後に、この花なんですけど、すいません、名前がちょっとわからないんですけど、ちょっと可愛らしいこういうピンクのお花です。これも多分球根植物の一種になってきます。ここら辺になって今度はちょっとバラバラに刺していきます。で最後あとこういった紫と黄色のですね、これも刺していきます。で、最後にこちら、球根のままのヒアシンスです。でこれこのままオアシスの上に乗っけていただいても大丈夫ですので、普通にこういう風に乗っけてもらいます。はい、以上で完成となります。
物心ついたらふと見上げて思うことが、この世にいる誰も二人から、船の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつも思い出して、君の中にあるもの、よりの中にあることを、恋をしたのあなたの指の混ざり、頬の香り、夫婦を超えてゆけ、二人を超えてゆけ、一人を超えてゆけ。はい、皆様、フラワー TV では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。よろしくお願いいたします。逃げ恥恋ダンス、すげえ難しかったぜ。じゃあな。